カズケウスシリーズは、架空の病院を舞台に、プレイヤーが月会となって、架空の病状から患者を救う、シミュレーションビジュアルノベルゲームのシリーズである。アトラスが開発、発売し、現在セガが所有している。本シリーズでは、プレイヤーは、手術器具や縫合を使って、病気や怪我を治療していくことになる。シリーズ全体を通して繰り返されるテーマは、バイオテロの犠牲者を治療する。 主人公の試みである。プロットラインは医療ドラマだと考えられている。これらのゲームは、任天堂 d s のタッチスクリーンと Wii のモーションセンシングとポインティング機能を利用するように設計されており、これらの機種でのみ発売されている。シリーズの舞台は、2018年のカリフォルニア州の架空の都市アンジェルスウェイ。第1作目の主人公の月森康介は、 新人外科医で、トネガワ・アンジュが、ホープ病院で、彼の看護助手に任命されるまでは、自分の立場を真面目に受け止めていない。デレクは、ほぼ不可能な手術を実行することになってしまった際に、ヒーリングタッチを持っていることに気づく。彼とアンジーは、その後、ギルトと名付けられた新しい人為的な一連の、致命的な生物と戦う国際的な医学。 研究機関であるカドケウスで働き始める。第2作は、第1作から10年後の2028年に舞台が移行する。ロサンゼルスのコンコーディア医学研究所に勤務していたヒーリングタッチ能力を持つ二人の外科医、マーカス・ボーンとバレリー・ブレイロックは、アラスカのモンゴメリー記念病院に転勤することになる。病院が閉鎖されると、モンゴメリー記念病院の院長、マイルズ・フーバーは、 コンコーディアに戻るように告げる。そこで、マークスの旧知のウィルキンズ教授から、ギルトに匹敵するスティグマと呼ばれる、新しい謎の寄生虫の存在を聞かされる。マークとバレリーは、助手のエレナ・サラザールと共に、カトセウスに加わって間もなく、スティグマ対策の研究を始めた。第3作は2021年を舞台に、月森とアンジーが再び主人公として登場する。 ギルトに対する勝利から3年後、彼らは過去にギルトの治療を受けたが、PGS という一連の合併症を発症し始めた患者に対処しなければならない。さらに、新旧のギルト株で汚染された患者が現れ始め、問題を複雑にする。4作目のゲーム、ホスピタル6人の医師は、おそらく2020年のメイン州ポートランドにある。 架空の病院リザルガムファーストケアを舞台にしている。一人か二人の外科医と助手に焦点を当てるのではなく、6人の専門家を巻き込んだプロットになっている。囚人番号の CRS01 しか知られていない、バイオテロリスト疑惑のある外傷外科医、救急救命士のマリアトレス、整形外科医のハンクフリーバード、内視鏡外科医の友井立花、診断医のガブリエルカニンガム、 法医学検査官の直美ミ・島といった6人の専門家が登場する。6人の医師それぞれには6から8つのゲームステージからなる個別のストーリーがあり、それをクリアすることで6人の医師のストーリーに織り込まれた新しいパンデミックについての全体的なストーリーが出現する。このゲームのストーリーは互いに独立しており、過去のゲームのギルトやスティグマに基づいたプロットとは、 無関係であるが、他のゲームへの言及があり、他のゲームと同じ世界を舞台にしていることがわかる。超失踪カドゥケウスは、Nintendo DS 用に、日本では2005年6月30日、北米では2005年10月4日に発売された。ゲームのストーリーは2018年が舞台で、デレックスタイルズとアンジェラ・トンプソンのほか、後のゲームで再登場する脇役も登場している。 カドケウス Z2 つの超失踪、カドケウス Z2 つの超失踪は、超失踪カドケウスのリメイクで、北米では2006年11月19日に、日本では2006年12月2日に、ヨーロッパでは2007年8月10日に、Wii 用に発売されている。DS 版のタッチスクリーンの操作に代わって、Wii のモーションコントロールが採用されている。また、新たに、プレイ可能なキャラクターとして、 ナオミ・キミ・シマ、のぞみウィーバーが追加されたほか、Wii 版のために作られた特別な第六章や、ゲーム本編をクリアすると遊べる、X ミッションも追加されている。カズケウス・ニュー・ブラッドは、北米では二千七年十一月二十日、日本では二千八年一月十七日に、Wii 用に発売された。このゲームのストーリーは二千二十八年を舞台に、しており、マーガス・ボーンやバレリー・ブレイロック、 その他の脇役が登場する。シリーズの他のすべてのタイトルに出演している。デレックスタイルズとアンジー・トンプソンもゲームの後半のショーに仮名を出演している。本作には協力的なマルチプレイヤー機能があり、Nintendo Wi-Fi コネクションも利用できる。999ーカドケウスには、北米では2008年7月1日、日本では2008年8月7日に、 ニンテンドー DS 用に発売された。このゲームの物語は2021年を舞台とし、デレックスタイルズとアンジー・トンプソンが再び主人公として登場する。声編のゲームに登場していた他のキャラクターも何人か戻ってきて、アデル・タルバなどの新しいキャラクターも登場した。新ツールなど、二つの超失踪のいくつかの機能はこのゲームにも引き継がれているが、 追加のプロット要素やキャラクターについては、同様には引き継がれなかった。ホスピタル6人の医師は、WE 用に2010年5月18日に、北米で発売され、全く新しいキャラクターのキャストと、それぞれ異なる医療分野に特化した6人の主人公からなる。主な登場人物には、囚人番号の CRS01 でしか知られていない捉えどころのない一般外科 診断医のガブリエル・カニンガム、救急救命士のマリアトレス、整形外科医のハンク・フリーバード、内視鏡外科医のトモイタチ立花、カズケウス Z2 つの超出頭から再登場する、観察医のナオミ・キミシマなどがいる。第一作が発売され5年以上経った後の2015年8月に、ニンテンドーは Wii U の E ショップで、ホスピタル6人の医師を再発売した。ありがとうございます。